小島太一は日本中央競馬会の元騎手で現在は調教助手。父は元騎手で元調教師の小島太志。兄に調教助手の小島良太と調教助手の小島、勝造がいる。一部メディアでは父と区別をするために小島はじめと表記される。小島太志の4、男として生まれる。幼少時代の父の思い出として負けたり、騎乗停止になって、 家に帰ってくると、八つ当たりがすごくて、仕事から帰ってきたら、怖い父でしたと語っている。小学4年の時に、父のエリザベス上杯の騎乗を生で見て、騎手を目指した。なお、10歳上の兄、活蔵も、騎手を目指し、競馬学校の騎手課程を受けたが落ちている。2002年、21期生として、競馬学校に入学。同期には、王の 塚田義夫、中村正幸らがいる。2005年に、小島太支給者からデビュー。初起乗は2005年3月5日、中山競馬、第2競争の名称ジャンルで15頭中14着だった。同年3月12日、中京競馬第8競争で、ホットカフェに起乗し初勝利を挙げた。同年6月12日のエプソムカップで、自給者のブラックカフェで重賞初起乗。 同期の中で最も早い重症を起乗だった。2007年3月22日から5月5日まで修行のためニュージーランドへ遠征した。2018年に父が定年となり、旧社が2月末で解散したため、新規開業の和田雄介旧社に移籍。2019年8月1日からフリーとなった。2019年10月25日に同月末をもって引退することを発表。 引退後は、萩原清志旧社にて、調教助手となる。ありがとうございます。